依頼はこんな感じで、今はこれを受けてるぞ。今はこれを受けてるぞ。ここが事故現場なんだよね。キーワードを入れればトラウマルームに行けるはずだ。おそらくまた敵が待ち構えてる。お前ら準備はいいか？うん。マリさんに何があったのかこの目でちゃんと見ておきたい。キーワードはスノーシティ。キーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。ここは雪祭りの会場みたいだけど。おい、あそこ誰かいるぜ。いやはや、まさか君がリベートを受け取っていたとはね。先生、どうかこのことは内密に。それは構わんが、私にも見返りがないとね。事故の責任をあの女に押し付けて辞職に追い込んでやりたい。そして私が市長になる。そうなれば君のことも悪いようにはしないよ。協力してくれるね？はい、それはもう。一体どういうことかしら。市長。おやおや、聞かれてしまったか。市長、違うんです。これはそういうことじゃ。市長ってことは兵道か。マリさんはこの密談の現場を見てしまった。事故が起きたのはあなたのせいだったのね。市長も話のわからない人ですね。祭りの主催は札幌中央市。税金も投入されてる。安い業者に頼むのは当然でしょう。それで少々の見返りをもらうくらい職員はみんなやってることじゃないですか。それを雪像が一つ崩れたくらいで、たまたま運が悪かっただけだ。なんてこと。今すぐ警察に連絡します。いいですよ、告発するならすればいい。だけどあなたも道連れだ。なんですって。あなたの指示でやったと証言しますよ。そうなればあなたも破滅だ。あなたは市の最高責任者。署名付きの決裁文書だってある。そういうことだよ、市長。残念だが君はもうおしまいだ。市議会議員でありながら不正を正そうという気はないの？私はただ事実を語っているだけだよ。どうです、私の話を聞く気になりましたかねえ、市長。来るぞ。私は悪くない。全部役所の給料が低いせいだ。この世は金、金が全てなんですよ、市長。こいつ市長を脅してたってことかよ。こんな理由があったなんて。マリさんもすごく苦しんでたんだ。考えるのは後だ。今はこいつを倒すことに集中しろ。奪え！はっ！やっ！いただいていく！エリスだ！いただいていく！せっ！告発するならどうぞ。その時は市長も道連れだ！何か仕掛ける気だ！ついで妨
犯人に共犯でしょ。仲良くしましょうよ。リン、モスマン、ラミア、ヒルン、ジャック、フロヒルン、ジャック、フロスト。あいつやっていいか。エルストラ、この力で来い。ヒルン、ラミア、モスマン、リリム、カハク、プリンシパリティ、これで感謝する。行くぞ、アンドラス、セタンタ、ジャック、セタンタ、ジャック、ヒウン、ジャック、フロスト、セタンタ、ジャック、ヒウン、ラミア、ヒウン、ラミア、モスマン、リリム、カハク、この手で行く。無駄だ、いただいて。そんなに市長の逸材欲しいですか。いやしい人だ。アンドラ、ペタン、ジャキウン、ラミア、キウン、あの盾、攻撃にも使ってくるわ。みんな、気をつけて。恐怖で動けない敵がいるな。粘土属性が効果的だぞ。やだ、その調子、来い。ジョーカーの追撃がヒット。ねえ市長、あなたも同罪ですよね。あなたが決裁をしたから、あの子は死んだんですよ。こいつ、さっき、いただいて。全部市長のせいにしようとして、でも、いただいて。マリさんを止めなきゃいけない。するぞ。あなたにかまっている時間はないの。こいつを倒せば、鳥釜は開くはずだ。みんな、気合い入れていけ。いただいていく。強敵だが、祝福属性が弱点だ。狙っていけ。うまい。ナイス、ジョーカー。弱点にヒット。さすがはリーダーだ。あとまだ。ジョーカーの追撃がヒット。やっ。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。延長してる敵がいる。真空化確熱で反撃だ。大敵が助かっていく。こいつ怖い。気をつけろ。奪え。あいつやっていいか。敵の攻撃が来る。みんな備えて。スマッシュ。ジョーカーかっこいい。さすがジョーカー。さあ、来い。ラミア、モスマン、リリム、カハク、プリンシパ、カハク、プリンシパリティ、アンドラ、ペタン、ジャッキウン、ラミア、キウン、コーナーだ。いけね、勝てるぞ。くらえ。あとまだ。ナイス追撃だ、ソフィー。決まったな。やっ、はい、ぶっ飛ばせ。やっ、ぶっ飛ばせ。さ、やっ、おりゃ。サーボード切るよ。パワーチャージ。はっ、華麗に避けたな、ソフィー。やっ、それ、ぶっ飛ばせ。やっ、くらえ。強敵だが、祝福属性が弱点だ。狙っていけ。こんな感じか。役に立ったか。さよならだ。やっ、はあ、はっ、はっ、邪魔だぞ。よし、敵の攻撃力が下がった。レッツショータイム。ジョーカー、やっちゃえ。よくは俺が。強敵だな。仲間の回復を狙ってるっぽい。やらせるな。もう遅いんですよ、全部。こんな小さな子がかわいそうに。何をしようと無駄、無駄なんだよ。さっさと辞任して消えちまえばいいのにさ。くそ、
タフじゃねえか。とっとと倒れろよ。しつこい。やつは嫌われるぞ。やっ。やっ。イエイ。奴は俺が。こんな感じか。あとは俺が。ソフィー。じゃあ手にヒットだ。その調子でお願いね。見ててみろ。やった。やっ。まだまだ。ナイス追撃だ、ソフィー。まだまだいけるぞ。やるぞ。感謝する。ぶっ飛ばせ。強敵だが祝福属性が弱点だ。狙っていけ。いいぞ。まだスキルヒット。やるじゃねえか。ショータイムだ。いくぞ、フルパワー。うおー、気づいたか。これで王の間に潜入できるな。さっきの奴ら何なんだ。なんか市長と揉めてたな。一人は市議会議員、もう一人は市の職員かしら。職員が雪像を制作した業者から不正にお金を受け取っていたようね。仕事を与えた見返りというわけか。いわゆる賄賂だな。業者の手抜きか技術不足かは分からんが、結果崩落事故が起きてしまった。そしてそれを知った市議会議員が事故を利用して兵藤市長を陥れようとした。そんなところかしら。許せん。これで話の流れはつながった。兵藤はこの話を偶然聞いてしまった。雪像崩落事故の本当の原因をな。そして市議会議員が自分を陥れようとしていることを。
胸クソ悪い話だぜ。金と権力欲しさの汚え連中のせいだよ。兵道の気持ちも分かろうというものだな。彼女は周囲の人間が腐りきっていることを知り、ならば自分が正してやろうと考えた。だからマリさんは職員を酷使したり、無茶な倫理条例を制定したり、しかも市民を意のままに操り、再び市長に当選しようとしている。マリさん、事情はどうあれ、これで鳥かごの鍵は開いた。アジトに戻って予告状をどうするか考えようぜ。んじゃ、予告状どうすっかだな。あんまり派手な方法はやめない。あの人そんなに悪い人じゃない気がするし。まあな、一番悪いのは金もらってたやつだしな。いや、それ利用して市長をはめようとした議員じゃないか。実際に事故を起こしたのは業者だ。悪として裁かれるならそちらの方だろ。熱く語ってるじゃねえか。悪がどうしたって？来てたのね。まあそう邪険にするな。つうかお前ら俺のことを忘れてたろ。一言も連絡よこさねえぜ。何してた？言われてみれば。おっさんのこと綺麗さっぱり忘れてた。お前ら逮捕されても知らねえぞ。悪かったって。まあいい。でどんな状況だ？なるほどな。それが兵道真理子がキングになったきっかけか。だから悪がどうこうって話してたわけか。おっさんはどう思うよ？お前らお人よしにも程があるぞ。どういうことだよ。確かに兵道真理子が追い込まれたのは腐った悪党どものせいだ。だが今の奴がやってることは何だ？人を改心させ操る悪じゃないのか？それはそうだけど。それに結局のところ事故の責任は許可を出した兵道にある。経緯はどうあれそれが責任者ってもんだ。いやけどよ、法の外から善悪を正そうってお前らにとっちゃ納得しにくいのはわかる。だがそれが世の中だ。いつまでも正義の味方を気取ってるといずれ痛い目を見るぞ。ひどいぞ善吉、そんな言い方するな。悪かった、少し喋りすぎたな。いえ、あなたの話も一理あるわ。確かにそれが世の中かもしれない。だけど簡単に割り切りたくないの。出ないと救われない人たちもいるって私たちは知ってるから。俺たちにしか助けられねえ奴を助ける、そのために怪盗団を作ったんだからよ。お前らが本気なのはよく分かったよ。でどうする？どっちにしろ兵道をほっとく気はないんだろ。うん、マリさんを止めよう。ハル、マリさんが今やっていることは歪んだ欲望の押し付けでしかない。どんな理由があったってそんなことを許しちゃいけない。うん、我が輩たちは己の正義を信じて戦う怪盗団だ。我が輩たちが信じるやり方で兵道に引導を渡してやればいい。異論はない、決まりだな。ありがとう。それで予告状はどうするんだ？市長の部屋にカレーと予告状を届けるとか。出前かよ。つかそこはラーメンじゃね。部屋とか限られた空間は避けた方がいいかも。市長選の最中で外にいる時間が多そうだから、ターゲットが予告状を見ないと意味がないわ。遊説先なんかを狙えないかしら。
選挙戦中に通りそうな場所なら、鈴篠の選挙ポスターがある場所は？演説で必ず行くだろうし。ああ、演説のタイミングに合わせればバッチリだな。問題は誰が実行するかだが。おい、なんだお前ら、まさかまた。よっさん、今回もよろしく。あのな、ただでさえ俺は仙台でお前らの片棒を担いでんだぞ。なんとか頼めないかしら。さっき喧嘩売ってきた罰だ。自業自得だね。予告状は私たちが準備しておきますから。頼んだぞ、おっさん。このクソガキども。ああ、もう分かった分かった、やりゃいいんだろう、やりゃ。ありがとうございます。ったく、なんでこんなことに。まあいい、やるなら早朝だ。遅れんなよ。いいか、役にたタイムセール、お買い得品だぞ。何個欲しいんだこれ。お買い上げ何個欲しいんだこれ。ご利用サンクス。時間に呼び出して。ありがとう。マリさんのことを話したくて。おかしいよね、私マリさんのことをずっと思い出せずにいたの。長谷川さんから名前を聞いた時ですら全然ピンとこなくて。けどマリさんに
ハルちゃんって呼ばれた時にね、急に何かの蓋が開いたみたいに昔の記憶が溢れてきたの。子供の頃のこともマリさんのこともいっぱい思い出した。あんなに大好きな人だったのに。きっと私、自分で思うよりもずっとお父様のことを引きずってたんだね。お父様がいなくなってしまった辛い記憶も、共に過ごした昔の記憶も心の奥に沈めて、いつの間にかマリさんのことも思い出せなくなってた。ありがとう。でもきっと私また逃げてたんだと思う。昔ね、お父様とマリさんにくっついてゴルフコースを回ったことがあるの。その時一緒なのが嬉しくてはしゃいでた私は転んで泣き出しちゃったんだ。そしたらマリさんが厳しい声で、泣いてはダメ、立ち上がりなさいって。びっくりしちゃった。どんな時も優しい人だったから。でもマリさんが優しい人だって知ってたから泣き止んで立ち上がることができた。マリさんが間違ったことを言うはずない、信じようって。そしたらマリさん、私を優しく抱きしめてくれた。これから辛いこともたくさんあるかもしれない、だけど立ち上がれば何度だってやり直せる、それを忘れないでねって言ってくれた。あの時は理解するのが難しかったけど、今ならわかるんだ。優しさだけが全てじゃない、時には間違いを正す言葉が必要なんだって、逃げていちゃダメなんだって、立ち上がらないといけないんだって、辛い現実から目を背けていても何も変わらないんだって。そうなれたのもあなたや怪盗団のみんなのおかげだよ。私はお父様を助けられなかった。だからこそマリさんは助けてあげたい。マリさんが私に言ってくれた言葉をマリさんに伝えたい。そうだね、聞いてくれてありがとう。私頑張るから。それじゃあおやすみなさい。なあ、ハルはどうしてあそこまで兵藤マリコにこだわるんだろうな。私には心がないからやっぱり理解できない。どうして人は誰かのために必死になるのか。私にもいつかその理由がわかるんだろうか。わからないことがあると AI も弱気になる。人の心はわかるようでわからない。グギギって感じだが、私は人の良き友人だ。引き続き学習を続ける。さあ皆さん、共に札幌を真っ白で美しい街に、兵藤マリコに清き一票を、清き一票を。ちょっと、あれ予告状？ん？マジじゃん。何かしら。心が凍った偽りの女帝兵藤マリコ様、他者を意のままに操り道具のように使い捨てる、その冷徹さ、そして斧が権力にすがるあなたを私たちは許さない。あなたが奪った人々の願い、今宵我々が頂戴いたします。これは怪盗だ。私の願いを奪おうというの、冗談じゃない。あれは私のもの、私だけのもの。何人も私がキングであり続ける邪魔はさせない。いいわ、ちょうどお腹が空いてきたところなの。
味がするのかしらね。あなたたちみんな私が食べてあげる。な、何ぼさっとしてるの。早くこれを剥がしなさい。待ってて、マリさん。もうすぐだから。マリさんを改心させなくちゃ。ナビは任せろな。あ、これは。待たせたな。てめえを成敗しに。うるさいわね。黙ってて。なんだよあれ。まさかあれがマリさん。どうしてあんな姿に。これが兵道の歪みが現れた姿ってことか。何なのかしら、あなたたち。私の邪魔をしないでちょうだい。あと少し、あと少しで私は主張を続けるだけの票を集めることができる。違います、マリさん。それはあなたが人の心をねじ曲げて奪った偽物の票なんです。それに今のままではあなたの部下、職員の人たちが倒れてしまう。誰も信じられなくなるのもわかるよ。でもだからって人を傷つけていいわけない。うるさいわね。私は間違ってなんかいない。汚職を働く職員は徹底的に働かせて更生させる。私を裏切るクズ主義どもは全て粛清する。私に従わない市民の票も私が全部食ってやる。そうすれば誕生するのよ、まっさらで美しいスノーシティが。彼の言う通りです。マリさんが集めた人々の願い、それは本来人が選択すべき心の意志。それを奪って思い通りにしたところで何の意味もありません。人は自ら立ち上がって答えを見つけ出す。そのためにこの心を授かったのです。お黙りなさい。いいぞノワール、もっと言え。マリさん、あなたが人々から奪った数々の願い、この美少女怪盗と怪盗団が今宵頂戴いたします。本当に嫌になっちゃうわ。私も邪魔ばかりしてる。あなたたちみんな私が食べてあげる。マリさん、あなたは間違っている。みんなの願い返してもらいます。黙れ黙れ。あなたたちに何がわかる。私を否定する者は残らず食らい尽くしてやるわ。
おとなしく食べられなさい。うわ、なんだこの料理。スカラン、モスマン、ラニエルモスマン、ミリン、カハクプリンシパリティ、この力で。ありがとう。なこと言ってる場合じゃないっての。来るよ。これでエリスマ、プリンシアンドロス、セタンタ、この手で行く。来い、アンドロス、食らえ。いや、いや、せっかく白く染めたのに。あいつ、呪文属性が苦手みたいだ。やってやれ、ジョーカー。白く染まった。私にやらせて。食らえ。ジョーカー、ほら、こんなまずい。来い、食らえ。ザ・フェニー、行こう。いつもすごいね。やっ、やっ、いただいていく。うわ、強そうだな。強敵だが、連動属性が弱点だ。それを狙っていけ。いただいていく。エリスマ、食らえ。目障りなのよ。はっ、はっ、せい、食らえ。奪え。ジョーカーのスキルがヒット。ジョーカー、いい調子ね。奪え。いただいていく。ちょっと、ダメなのよ。うまい。私の邪魔をするぞ。敵の攻撃力が急上昇。ヤバゲだった。食べられた。早く助け出してやれ。あいつは任せて。倒れろ。圧倒する。はっ、はっ、来い。プリンシパリティ、カハク、プリンシパリティ、アンドロス、この力で。ジョーカー、気力少なくなってる。気をつけて。セタンタ、ジャック・フロスト、ヒウン、ラミア、モスマン、ラミア、これで。感謝します。はっ、はっ、ていただいていく。こいつは強敵だぞ。強血も効かない。気をつけろ。やろよ。ていさっ、はっ、はっ、ケリスラ、モスマン、リリム、カハク、プリンシパ、カハク、プリンシパリ、カハク、プリンシパリ、カハク、プリンシパリティ、カハク、くらえ。やめて。違う、違う、私は間違ってないのよ。敵、すっごい苦しんでる。連動属性が弱点みたいだぞ。追いなさい。よっ、遠慮しませんよ。必殺を。ありがとう。怒りで何を忘れてるわ。みんな、気をつけて。あいつ、メンタルの超不安定だ。今なら、連動属性で大ダメージ狙えるぞ。まだまだ。よっ、遠慮しない。どんどん行くよ。続くわ。ロール、続けて決めた。どんどん行きます。いただきます。来たれ。ちょっと、私が全部負けたらいいですか。これまでです。すごい、ロール。やー、どう。あいつは任せて。強敵だが、連動属性が弱点だ。それを狙っていけ。はい、遠慮しません。あ、そんな、嫌なのに吹雪。遠慮しません。ストームを一気ハッキングできたぞ。北西だ。超える前に起動して弱点直撃。さすがノワールだな。手応えありです。吹雪が止まった。よっしゃ、反撃開始だぜ。テールストーム。こいつ手強い。気をつけろ。は任せて。ペルソナ、ノアールのスキルがヒットした。頑張って。ノアール、遠慮しません。えい、うわ、体力やばい。注意しろよ。私、ちょっと、白く美しく、これが私の部屋。ジョーカー凍ってる。はい、食らいなさい。
入しません。いい当たりだ。ノアール、その調子。お見事ね。白く染まりなさい。エリ、今だといけるぞ。ショータイムだ。ミラディ、あいつは任せて。よし、了解。こいつは強い上に確熱が効かない。油断しちゃダメだぞ。よろしくね。はい、お相手いただけますか。覚悟。フィニッシュ。よっ、よし、少女怪盗。食べなくちゃ。全部私が食べ尽くすの。綺麗に食べてあげるわよ。マルさん、もうやめて。優しかったマルさんに戻って。やー、今だ。これが私の本気です。エリ、目障りなのよ。よっ、セーフ。やっ、遠慮しません。すげー、さすが美少女怪盗。遠慮しません。どうだ。続けて決めた。うまくいくよね。負けられないのよ。頑張って。うん、任せろ。オッケー、やるわ。ナナの気力がやばい。注意して戦って。わかりました。テールストーム。強敵だが連動属性が弱点だ。それを狙っていけ。息を起こすなんて凄まじい肺活量ね。ストーブを一気ハッキング済み。難動だ。すぐに向かってくれ。ありがとう。あいつは任せて。息吹が止まった。目障りなのよ。白く止まりなさい。遠慮しません。強敵だな。気合い入れていけ。遠慮しません。すぎるわね。クイーンがコンテラ。よし、遠慮しません。よし、パワーアップだ。やるわね、ナビ。遠慮しません。すげー、カールクイーン撤退。回復はできそうか。ご覧あそばせ。きっとこれね。使います。来たよ。ちょっと、続けて決めた。どんどん行きます。遠慮しません。このまま行こうと。やっと、ナナが危険。瀕死状態だ。これが私の本気です。はっ、はあ、強敵だが連動属性で弱点だ。それを狙っていけ。目障りなのよ。せい、はい、やー、やっ、遠慮しません。ペルソナ弱点直撃。さすがノワールだな。いいぞ、持ってやれ。すごい。遠慮しません。よっ、よっと。いただきます。来たれ。ちょっと、いった。ボン。これだな。ジョボだ、ジョーカー。いただいていく。
ジョーカーの追撃がヒット。行くぞ。このまま行こうぜ。電撃が効かない相手だ。しかも強い。注意しろ。このまま行こうぜ。うまい。来い。はい、いただいていく。あ、攻撃ハッキング完了。木刀だ。急いで起動してくれ。これだ。行くぞ。いただいていく。ダメよ。私が倒れたら誰が。うん、もっと我が輩を頼ってもいいぞ。まだまだよ。私は倒れるわけにはいかない。不正を一つ残らず排除するまでは。もういい、もういいんです。マリさんは優しい人だから。全部背負おうとしてたんですよね。汚職をしていた部下のことも、自分を陥れようとした市議の人も、そして事故で亡くなったあの子のことも、全て自分が責任を負って二度と悲劇が起こらない町を作ろうとした。そうなんですよね。何の罪もないあの子が犠牲になったのは市長である私の責任。部下の裏切りのせいで、腐った連中の金勘定のせいで、私が退けばいいとも思った。でもそれじゃダメなのよ。次のクズが権力を手にするだけ。だから私は市長であり続けようとした。どうせ食うか食われるかの世界なら、私が全て食ってやると。たとえ偽物の票で得た地位だとしても、それで悲しみのない世の中を作れるなら。と、だって私が食われたら誰があの子の死の責任を取るっていうの。あんな小さな子が亡くなったのに、私は悪を一掃することもできずに。今からでも遅くない。事件の真相をみんなに語ってください。そしてもう一度やり直して、マリさん自身の力で。そんなこと無理よ。私自身が市長であり続けるために真相を隠すことに加担してしまったのだから、これでもう。立ちなさい、兵藤マリコ。そこで倒れたままでいいのですか。あなたの優しさは、意志は、こんなことでつまずくような弱い思いではなかったはず。だから立って立ち上がりなさい。たとえつまずいても何度でも立ち上がるのです。その言葉は。そう、昔マリさんが私に送ってくれた言葉です。たとえ真実を告白しても、必ずマリさんの思いを見てくれる人がいます。そんな王冠の力に負けないで、自分の意志を思い出してください。そうだぜ市長、負けんなよ。あなたの気持ち絶対みんなに届くから。私もお父様が亡くなって心が張り裂けそうだった。でも怪盗団のみんなのおかげで前を見て歩けるようになったんです。だからきっとマリさんにだって、何度倒れても立ち上がることを教えてくれた強くて優しいマリさんを思い出して。そう、そうね、ありがとう。ハルちゃん、間違っていたのは私の方だった。職員には無理難題を押し付けて、おかしな力で無理やり市民の支持を得て支援に駆られて、いつの間にか最初の思いを見失っていたわ。自分がどうして市長になったのか。
誰からも愛される素敵な街を作ること、私を育んでくれた街への恩返し、だからもう一度立ち上がってみせる、二度と間違えたりしない、こんなもの初めから必要なかった。ハルちゃん立派になったわね、あなたのお父様もきっと天国で喜んでいると思うわ。マリさん喜ぶ？崩れるよ、行こう。しっかり遅くなってしまったな。ハル、お疲れ様。うん、みんながいてくれたから。でもマリさん大丈夫かな。大丈夫だと思うぜ、いつもみたいに消えてったじゃんか。ああ、ハルの思いは確実に届いた。あいつの心は間違いなく変わったはずだぜ。ひとまずここでのミッションは終了だな。あとは市民が元に戻っているかどうかね。すぐに確かめたいところだけど。とりあえずなんか食おうぜ、つうか腹減って倒れそうだわ。そうだな、腹が減っては戦はできぬだ。いや、戦は終わったろ。なあなあ、我が輩ジンギスカンってやつを食べてみたい。わあ、北海道名物。なんだと、今日こそ伊勢海老鍋ではないのか。いつ決まったんだよ。つかこのクソ暑いのに鍋はねえだろ。でもそれ言ったらジンギスカンも鍋じゃね。嘘、なんで焼肉じゃなくて。確かにジンギスカンで使うのはジンギスカン鍋っていう調理器具ね。焼きっていう名前だけど見た目は鍋ね。どうしてかしら。いや、我が輩どうでもいいぞ。お、受けてる。だな、札幌に咲いた美少女怪盗100万ドルの笑顔だ。よかった、ずっと思い詰めていたみたいだったから。ああ、夜中にこっそりリーダーを呼び出して相談するほどにな。え？見てたの？じゃあソフィア、札幌一のジンギスカンのお店探してくれ。ソフィア？あ、悪い。 OK だ、任せろ。まあ、いい感じなんじゃね。兵道マリコへの異様な熱狂は消え、ごく普通の顔を取り戻したようだな。まずは一安心だけど、この変わりをやっぱりキングの力が恐ろしいものだと再認識させられるわ。ねえ、今から兵道さんが会見開くって。お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。本日市民の皆様にご報告申し上げたいことがあります。この度私は市長選より撤退し、市長の職も退く所存です。私は
長という立場にありながら皆様の信頼を裏切りました。先に発生した雪像崩落事故に関しまして真相をお伝えいたします。崩落した雪像は市の職員が不適切な業者から賄賂を受け取り制作したものでした。私は責任者でありながらそうした行為を見抜けず雪像の制作を許可いたしました。結果として雪像は崩落し、一人の女の子の尊い命が奪われたのです。さらに私は真相を知った後も自らの立場を守るために事実を隠蔽しました。市長であり続けるため仮初めの支持票を獲得していたのです。保身のために皆さんを裏切り不正行為に加担したのです。私自身も加害者の一人。私があの子を殺したのです。よって当該事件を改めて警察に捜査していただくとともに、私は全責任を負うため市長選から撤退し市長を辞任させていただきます。兵藤さん、迷いのないかをね。マリさん、警察に捕まったりするのかな。どうかしら。兵藤は自分が市長で亡くなり市民を守れなくなる方が怖かったんだろうな。事実を公にして党の職員に責任を負わせることはできる。だが他にも悪が潜んでいるはずだと気が気ではなかったんだろう。でもこれで良かったんだと思う。マリさんは過ちを犯したままでいるなんて望んでなかったはずだから。善吉から電話だぞ。よう、兵藤の会見見てたか。お、ご苦労さん。とりあえず礼は言っとくぜ。で、兵藤は崩落事故の重要参考人として事情聴取されることになった。スマホの解析も必要だと思ってな。これ使って俺が護送を担当することにした。一応本人と話す時間くらいは作ってやれろ。どこかで待ち合わせないか。ごめんなさい。本当にごめんなさいね、カポちゃん。マリさん、ハルちゃん、私どうかしていた。おかしな夢を見続けていた気分よ。いつからこんな風になってしまったのかわからないけれど、でもあなたに言われて昔の自分を思い出したの。そして市長になった時の思いを、町の人たちを家族のように守ろうと誓ったあの気持ちを、あなたのおかげで私はようやく自分と向き合えた。そして私がしていたことは亡くなった子への裏切りだと気づいたの。現実から目を背け独りよがりだった私はあの子に何も返せていないって。そんなこと、マリさんはマリさんなりに。いいの、事実よ。もしかすると私はこの先ずっと人々を苦しめ続けていたかもしれない。でもそんなことはこの子が望むはずがないもの。だからお礼を言わせて、ハルちゃん。この町を、私の家族を救ってくれてありがとう。マリさん、
お父様が亡くなってまだ日も浅い大変な時に本当にごめんなさい。この先困ったことがあったら私に言って、何があってもすぐ駆けつけるわ。はるちゃんだって私のとても大切な家族なんだから。ありがとう、マリさん。はるちゃんよかったね、はる。じゃあもう行かないと。急に市長を退いて町のことは心配だけど、後に続く人たちに頑張ってもらうわ。横暴で愚かな市長の代わりにね。もう政治の世界からは身を引くということですか？これ以上市民に合わせる顔なんてない。私もお年だし、これからは若い人が。市長、あなたは。ニュース見ました。本当に辞めるんですね。しかも政治家を引退する。はい、もう二度と皆様の前には。ふざけないで。あなたが消えたところであの子は帰ってこない。カホの娘の死は変わることはない。おい、止めた方がよくねえか。待ってる、多分あの人は。だからあなたは逃げずに戻ってきて、全てやり直してもう一度市長になって。やり場のない怒りをぶつけた私の前であなたは涙を流してくれた。あなたは逃げずに私の悲しみに寄り添ってくれた。その姿は私が一番よく知ってるわ。お母さん、ありがとう。ありがとうございます。約束します、あなたやあの子のために必ずもう一度立ち上がって市民を守る市長になると。マリさん、なぜだ。これは多分悲しい場面のはず。だってみんな涙を流してる。なのに温かくて優しい。これは一体なんだ。そうか、だから春は兵道を助けたのか。悲しいを嬉しいにするために重要情報を記録。ソフィアは喜びを学習した。あの人が亡くなった子のお母さんだったんだね。でも分かってくれてたみたいだな、兵道の思いを。マリさん、よかった。ハルがジェイルで言った通りだったわね。立ちなさい、兵道マリコ。だっけ？ちょっと思い出すと恥ずかしくなってくるから普通にかっこよかったよ。私感動したもん。やめてってば。よくやった。ジェイコちゃん、にゃふん。いいぞ。書くか。